横浜市中心部の廃下線、現在の神奈川県横浜市中区から南区にかけての横浜市役所や伊勢崎町、吉野町などに相当する一帯は、江戸時代初期まで大岡川川口の入り江や沼地であった。江戸時代に行われた吉田神殿や大田屋神都の神殿開拓、及びその後に市街地化された際に、 水路網が作られ、河川周運や排水路に利用されてきた。1932年に発行された横浜復興市によると、当時の横浜市内の河川、運河の総延長は約5 4トル年会航行船舶は延べ7万5000を数えたが、水運の衰退や都市交通網の再整備のため、外周にあたる大岡川、中村川、堀川とネギシに至る。 折割川を残して1977年までに埋め立てられた。本校では、これら大岡川水系の廃下線を中心に述べる。現在の大岡川、中村川、首都高速道路神奈川1号横羽線で囲まれた東西に長い釣り金状の土地は、江戸時代初期まで入江で、総暇島と呼ばれる半島状の佐数が南側から伸びていた。この入江では、 1656年から1667年にかけて、吉田官兵衛により神殿開発が行われ、吉田神殿となった。総暇島,島の入江川に沿った沼地では、1850年から1856年にかけて、大田高明により大田屋神田が開発された。吉田神殿と北側の野毛方面の岸を隔てる川は、現在の大岡川、同様に南側は、 中村川に相当し、吉田神殿と大田屋神太との間は、後の葉大岡川となる。神殿内には、大岡川川口付近から東西に貫く中川が、設けられた。中川には、水田に真水を流して、海水の塩分を除去する役割があった。1859年に、神殿と旨、暇島との間に吉田橋、野毛との間に野毛橋が架けられた。 1860年、大田屋神殿野草暇島に設けられた外国人居留地に住む外国人と日本人との衝突を避けるため、半島の付け根に堀川を通し、八津橋、前田橋、西の橋の三つの橋を架けて、関所とした。この関所の内側が館内である。また、この頃から館内の人口が急増し、神殿を順次埋め立てて、市街地が形成された。 1870年から1874年にかけて吉田官兵衛の子孫らにより中村川から分かれて根岸シに至る堀割川が作られたがこの時に丘陵を開いた土砂も南一つ目沼の埋め立てに使われた。1874年の地図には坂東橋付近から東側の中川を踏襲した吉田川とこれと交わる富士見川、日の出川が記されており 吉田川と中村川を結ぶ川も案として記載されている。この案に沿い、1893年に実業家の伏瀬島金蔵は8万円の死費を投じ、中村川と堀割川の分流点付近から吉田川につなぐ新吉田川を着工し、1896年に完成させた。翌年には、新吉田川と大岡川を結ぶ新富士見川を完成させ、 関内よりの富士見川を埋め立てた。堀割川から中村川、堀川、王岡川にかけては、三浦半島から横浜港への和船が頻繁に往来し、吉田川も建築資材や石炭、日用品などの運搬に利用された反面、日の出川や富士見川は主として排水の役割を持ち、船の往来は比較的少なかった。大田や新田には、 現在の港町一丁目から相生町と大田町の間を通り大岡川に注ぐ悪水堀が作られ1871年に小松川と命名された。この大川は悪臭のため1872年に高島海門により埋め立てられた。現在の野毛町から花咲町にかけては野毛浦と呼ばれる切り立った崖であり、このため 東海道と横浜港を結ぶ横浜道も海沿いを避けて通された。新橋駅横浜駅間の鉄道敷設にあたり、1870年に野毛浦の先を一本の水路を残して、鉄道用地として埋め立てられた。この水路には紅葉橋、西木橋、ガス橋、雪見橋、花咲橋が架けられ、1871年に桜木川に名称変更と命名された。 ガス橋の名称は、現在の横浜市立本町小学校の位置にあった都市ガス工場に由来する。1923年9月1日に発生した関東大震災では、中村川、堀川、大岡川、吉田川の両岸と堀割川右岸が崩壊し、橋の多くも消失、落橋した。政府の復興計画では、 三浦半島や房総半島から横浜への輸送路で、ある、堀割川、中村川、堀川の国費による改修が予定されたが、大岡川、片平川流域の工業化を推進しようとした市は、両川の改修を国の事業として進めることを国に請願した。その結果、堀割川、中村川、堀川、吉田川を、市、大岡川、片平川を、 国が改修することとなり、護岸のコンクリート化や春節が行われた。新設、改築された橋梁は、市内全体で178本に上り、この時に建てられた橋の親柱には、様々な遺書が凝らされた。復興局では、日の出川を埋め立てて、公園とする提案がなされ、地元住民もこれに賛同したが河川を利用する、材木問屋や改装業者の反対があった。 この時の埋め立ては見送られ、1953年4月から1956年にかけての埋め立て事業まで存続した。桜川は第二次世界大戦後の1948年10月より埋め立てに着手され1954年に完了した。1959年に着工した国鉄根岸線は大岡川との交差付近から 石川町駅近くの吉浜橋付近にかけて、葉岡川に橋脚を建てた高架構造で建設され、1964年に、この区間を含む桜木町駅磯子駅間が開通した。橋脚の基礎は岩盤に到達しておらず、ペデスタルグイが採用された。この頃から河川の流通機能は衰退し、廃線となり放置された橋家が問題となった。 1965年に、明日方和夫市長の元横浜市六大事業が策定された。このうち、高速鉄道計画と高速道路網計画が、覇王岡川と吉田川の川跡利用において重複することとなった。1965年の審議会では、覇王岡川、吉田川の地下に高速鉄道を通し、吉田川地上部を大通公園、覇王岡川地上部を駐車場。 道路拡幅用地、商業ビルとする案が出された。1968年2月16日には、東神奈川方面と山下町方面の間を、ハオオ川上空の高架とし、関内駅付近にジャンクションを設けて、吉田川上空に仮場方面の支線を設ける都市計画決定と事業決定がなされた。根岸支線と合わせて、 高架橋が並び都市部が分断されること、桜木町駅付近から石川町駅付近にかけて、根岸線の内陸側を通るため2カ所で、鉄道高架を超えることから、高さのある構造となることが懸念され、伊勢崎町や馬車道の商店街は、同年2月29日に反対の陳情を行った。明日方も、肩や尻の傷なら仕方ないが、これは横浜にとって、 未見の傷になると反対を表明した。1968年4月に田村明が横浜市に入庁し、企画調整室が新設された。交渉の結果、建設省は首都高速の地下化の検討に入った。大通公園のもとに一部トンネル、残りは掘割構造とし、すでに同じ空間に路線免許を取得していた地下鉄は、 大通公園に並行する国道16号の地下に変更するものであった。これには横浜市交通局が反発した。首都高速道路公団の管理官は横羽線を地下にして横浜ベイブリッジ方面につなげるが、館内付近から坂道橋付近の路線は建設せず、横浜横須賀道路方面への通過交通は本木付近を通る首都高速湾岸線。 高速磯護線を迂回させる案を提示した。しかしこの案は首都高速を管轄する建設省都市局の事務方から猛反発を受ける。本案で途切れさせた区間は同所道,道路局所間の日本道路公団に横取りされる恐れがあるという理由があった。1969年3月4日、田村は大雪の中首都高速を使い建設省に出向いて、 小野内幸を建設事務次官と直接会談した。小野内もジャンクションを片方向都市高架を簡素化する対案を示したが、最終的に首都高速は、ハオオカ川の地下と中村川上の効果、地下鉄は大通公園の地下という横浜市の主張が採用された。折しも、会談の直前の同年2月に、大岡川分水路が都市計画決定し、 中村側に橋脚を建てることが可能になった事情もあった。1969年5月に横羽線を地下とする都市計画変更がなされたが、設計にあたって数々の技術的問題が生じた。波大岡側とは深さ30メートルのヘドロが堆積し、近接するネギ線の運行に影響することが懸念された。大江橋と弁天橋の掛け替えも計画されており、 後期に調整を要した。さらに、高架の根岸線、地表面の大江橋や新設される桜川橋、大岡川、首都高速桜木町トンネル、地下鉄が5層で交差する構造となり、難工事が予想された。1968年に完成した桜木町ゴールデンセンターの地下に、 地下鉄桜木町駅の空間が用意されており、地下鉄を首都高速の上に通す必要があったが、地下鉄の2倍以上の福音がある道路トンネルを深い位置に掘ることは技術的に困難であった。そこで桜木町駅をより深い位置に掘り直し、首都高速の下をシールドトンネルで通すよう改めた。駅の位置の関係上勾配が制限を超えるため、 大岡川の川底を2メートル上げ、川底と道路構造物との間を最も近いところで1メートルとした。大岡河井南は当初案の葉大岡川から小野江町通り地下に変更し、小野江町に館内駅が設けられた。川跡との区間を含む伊勢崎長者町駅、上大岡駅間は1972年12月16日。 伊勢崎長者町駅横浜駅間は1976年9月4日に開業。近郊ジャンクション横浜公園出入口間は1978年3月7日。横浜公園石川長者駅クション間は1984年2月2日に共用開始した。前述の通り派大岡川の大半の区間は首都高速横羽線の半地下区間となり、 吉田橋や羽衣橋が掘割を横断する橋梁に改められた。吉田川の内葉大岡川と坂東橋との間は、全長約 1.2km の大通り公園となり、その地下を走る横浜市営地下鉄ブルーラインには、川跡の区間に、伊勢崎長者町駅と坂東橋駅の二駅が設けられた。伊勢崎長者町駅のコンコースには、吉田川の橋の名板を使ったレリーフが、 展示されている。坂東橋と中村川との間は、狩場方面から藤田の浦船通り、灌外地区への出入路となる、首都高速狩場線、坂東橋出入り口のランプウェイと、その高架下に坂東橋公園が建設された。新富士見川と日の出川の一部は、それぞれ富士見川公園と日の出川公園として残されている。桜川の川筋は、 国道16号の内陸側に並行する桜川振動となり、国道と振動の双方に花坂橋、雪見橋の名称のバス停が設置されている。市営地下鉄も高島町駅と桜木町駅の間は桜川振動の地下を通る。現在の横浜駅周辺も吉田神殿同様、元は片平川川口の入り江で、明治時代以降に埋め立てが行われた。 当時、片平川、水系日田関川の河口であった、神殿艦橋の沖の現在の西区北幸にあたる一帯の埋め立てにより、埋め立て地の縁に、ああら川が作られた。1997年春工の片平川分水路の建設に伴う流路付け替えのため、日田関川と分水路接続部との間が廃河川となり、川跡は商業ビルや緑地として利用されている。 また、かつて、新田菅川の本流は、現、横浜駅、西口広場付近を通り原多摩川の途中に合流していたが、この付近も埋め立てられ、新田菅川は幸い川を通して片平川本流に合流する形となった。山手の湧水を源流とし、山手駅付近に中区麦田町、千代崎町などを通り小港町付近で、東京湾に注ぐ千代崎川は、 関東大震災の復興事業で流路を直線上に改修され、その後公共下水道として暗許化された。2008年より埋め立てられたが、橋の一部がモニュメントとして残されている。太地は現存する橋。大岡川、中村川、堀川、堀割川の橋梁については、それぞれの河川の記事を参照。岡川、新吉田川、吉田川、新富見川、富見川、日の出川。 桜川小松川、ありがとうございます。